はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回は今日コスメをねたくさん買ってきたので、それをご紹介したいなと思うんですけど、まずはじめにだいぶね遅くなってしまったんですけど、チャンネルの登録者数が3万人を突破いたしました。はい、本当にありがとうございます。はい、あとそれと最近ちょっと動画が出せてなくて本当に申し訳ないです。ちょっとねここ最近いろいろあって動画が撮れなくて編集もできなくてって感じで、ちょっと出してなかったんですが、またねちゃんとこれからもどんどん出していけるように頑張るので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで早速今日買ってきたコスメたちをご紹介していきます。本当に今回買ったのはねほとんど全部プチプラのコスメなので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ではまずじゃん、こちらアマノっていうね薬局さんで、薬局で購入したものを紹介します。まずねこっちではコスメを2つ購入しました。1つ目がじゃん、ケイトブラウンシェードアイズ NDR3 番です。はい、このアイシャドウ結構ね有名なんですけど、もともと私このブラウンシェードアイズっていうアイシャドウを使っていてすごく好きだったんですけど、なんかねリニューアルしたみたいで、裏にもね使い方とか載っててすごくためになるなと思って買いました。ちょっと開けていきます。開けるとこんな感じでアイシャドウが5色入ってます。で色味はねこんな感じのちょっとねピンクがかったような色味を購入しました。はい、出してみるとこんな感じです。上の左から順番に塗っていって、下も左から順番に塗っていきました。はい、こんな感じです。わかりますかね、ちょっと一番最後の色味がすごい肌に馴染んじゃってあんま見えないかなと思うんですけど、こんな感じです。このアイシャドウはね全体的にラメが入っていてすごくねキラキラしています。で一番右下の色味だけマットなアイシャドウになっていて、これをトリックホールって言って、この目のなんかこの三角形の部分、鼻筋にかかるような三角形の部分と涙袋の影として使うと彫り深く見えるらしいです。ラメもねすごく細かくってすごい綺麗です。どの色もね本当に私好みの色で、最近ねこういうなんかちょっとローズ系の色がすごくね気になっていてよくつけてるんですけど、本当にもうケイトのアイシャドウがすごく信用しているので、私が勝手にそうちょっと今回は買ってみました。はい、まず一つ目がこんな感じです。あ、でちなみにこのお値段がですね1296円でした。はい、そんな感じです。では次、続いてはこちらです。あとブランドがアイヘアなんですけど、マロン by TBC のエステティックリッププランパーマット R というリップを購入してきました。はい、これアマノの店舗にポンって置いてあって2色あったんですけど、このねリップがラスト1色 でテスターが置いてあったんですけど、そのテスターの色味がめっちゃ可愛いと思って購入してきました。マットなんですけど高保湿タイプで、なんだこれと思ってめちゃめちゃ良さそうやんと思って買ってきました。なんかねいろいろコラーゲンとかなんかその美容成分がたくさん入ってるらしくって、すごく良さそうですね。開けていきます。あと唐辛子エキスとジンジャーエキスが入っていて、なんか鮮やかでふっくらとした唇へ導いてくれるらしいです。唐辛子のねエキスってなんかあれですよね、唇ふっくら見せてくれるって言いますもんね。何でしたっけ、ディオールの何でしたっけ、はい、あれ入ってますよね唐辛子。はい、開けてみるとこんな感じです。なんかちょっと中の液が固まってる感あるんですけど、こんな感じの色味です。赤リップなんですけど朱色みたいな、ちょっとオレンジがかったような赤色で、私がねすごく好きな色なんですけど、この色はちょっと出してみます。塗るところはちなみにチップになってます。すごい発色がいいですね。はい、こんな感じの色味です。めちゃめちゃ可愛くないですかこの色味。結構ね私が好きな色味なんですけど、個人的に仕上がりはマットって書いてあるんですけど、こんな塗った時はこんな感じで結構ツヤがある感じになっているので、そんなね引っかかることもなくスラスラ塗れそうかなと思います。今からちょっとリップをこのリップに塗り替えたいと思います。はい、塗ってみるとこんな感じです。結構ね塗った瞬間から結構スースーします。多分ねこの唐辛子のエキスが結構効いてるんだと思うんですけど、なんかディオールの何でしたっけグロスみたいなやつ、あれに結構ねつけた感じがすごく似てるなと思います。発色もすごくいいし、めちゃくちゃ色味もねそのまま発色してくれて、すごいちょっとこれ気に入りました。これから結構つけていく機会増えるかなと思います。まだちょっとね塗りたてなのでツヤツヤしてると思うんですけど、多分時間経ったらマットになるのかなっていう感じなので、ちょっとこれをつけながら他のねコスメを紹介していくので、そのうちに多分マットになってると思います。はい、続いてはこちらです。
ちらですって言ってもちょっと袋に名前書いてないんですけども、名古屋駅のユニモールっていうところがあるんですけど、そこのねバイタビタですかね、 BITA っていうなんかねお店があるんですけど、そこで購入してきました。でここのお店はいろんなブランドのコスメがちょっとずつポン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 って置いてある感じなんですけど、その中でも 50% オフコーナーとか 30% オフコーナーとか 60% オフコーナーもあったかな、そうそんな感じで結構セールをしているお店になっていて、私よくねそこを通るのでその帰り道にいつもね出るんですけど、はい、そこでね今日はね大量買いしてきました。では早速紹介していきます。まず一つ目がこちらです。エスプリークセレクトアイカラーの BR304 番です。はい、これはですね 10% オフぐらいだったかな、確か778円でゲットできました。もともと多分800円以上するんですけど、ちょっとだけ安くなってました。でこのエスプリークのワンカラーのアイシャドウすごく気になっていたので、ちょっと今回買ってきました。開けて出してみます。はい、パッケージはこんな感じです。もうすごく可愛いですね。このパッケージにもね、そそられますよね。なんかちょっとゴールドっぽい感じのブラウンですね。出してみます。いい。いいです、これは。絶対に。こんな感じのカラーになりました。わかりますかね？キャメルっぽい色になりました。なんか、ちょっとだけオレンジがかったようなブラウン。って感じで、すごい、ね、ナチュラルな色味なので、これをメインのカラーにして、あとはちょっとなんか締め色を加えたりしてメイクができそうですね。もうちょっと薄いかなと思ったんですけど、結構濃いめの色味で発色もかなりいいかなと思います。これからどんどんこれ使っていきます。2つ目がじゃん、インテグレートの松井久ガールズラッシュフェミニンボリュームです。はい、これマスカラになっています。ボリュームタイプを購入しました。でこのインテグレートのマスカラ、キューティクルコートっていうのが入っていて、なんかまつげをケアしてくれるらしいです。で私が一番気に入ったポイントがフィルムタイプになっているのでお湯で落ちます。もう本当にマスカラってお湯で落ちないとやっていけなくないですかなんかね結構ね、ウォータープルーフの方を重視してしまうとメイク落としでガンガンにこすらんと取れないと思うんですけど、本当に、ね、フィルムタイプ私は大好きです。なんかお湯で落ちるっていうのが本当に嬉しくて、そうだからマスカラ選ぶときは最近はお湯で落ちるタイプをねよく選んでいます。はい、パッケージはこんな感じのすごくねシンプルな感じになってますね。可愛いですね、めちゃくちゃ。ブラシはこんな感じになってます。ブラシタイプで結構ね太めな感じですかね。下まつげ塗るの難しそうだなと思うんですけど、どうなんだろう。このブラシタイプっていうのが結構まつげキャッチしてくれそうかなって気がします。ちょっとね液がねドバッと出てきてしまうと思うので、なるべく落としながら出した方がいいかもしれないです。で3つ目がちなみにこのマスカラの値段が907円でゲットしました。これもねセールコーナーに置いてあったので、本当はもうちょっとね高いと思うんですけど、私は907円でゲットしました。では次3つ目がこちら、ケイトのパウダレスリキッドのオークル C 自然のオークルになります。でこれが税抜き2000円するんですけど、半額で1080円で買いました。はい、開けるとこんな感じになってます。ポンプタイプなのですごいね使いやすそうですね。はい、これはリキッドファンデーションになってます。うん、伸びが結構いいですね。でこれパウダレスって書いてあるので、なんかパウダーがいらないらしいんですけど、結構毛穴カバーしてくれてすごいね良さそうですね。仕上がりもそんなベタベタしてなくてサラサラしてるので、確かにパウダーはいらない気がします。次4つ目、じゃん、クリアラストのふんわりカバーパウダー02番のナチュラルベージュです。はい、こちらが元々が1300円プラス税かな、なんですけど702円で買いました。開けてみるとこんな感じです。中開けるとパフがついていて、ファンデーションがあって、こちら鏡になってます。結構クリアラストのファンデーションいいって聞くので、私今回買ってみたんですけど、取った感じは結構固めな感じがするんですけど、手にねこうやって乗せてみるとすごいね仕上がりがサラサラしていて、ちょっとまたね使ってみてよかったらまた紹介していきます。しかもすごくねコンパクトなので、その面でもね持ち運びしやすそうだなと思って買ってきました。化粧直しとかに使えそうだなと思います。はい、で次がラストなんですけど、ラスト5つ目がじゃん、 K
ヘイトブラウンシェードアイズ N BR2 番です。はい、もうお気づきの方多分多いと思うんですけど、さっき購入したよって紹介したこのピンク系のアイシャドウの色違いを購入しました。で、こちら907円で購入できました。残念ながらこの色味はね、そのお店に売ってなかったので定価で買ったんですけど、こっちはねお安くゲットできました。色味は全体的にこんな感じになってます。悩んだ時にこれっていうアイシャドウが欲しいなと思ったので、今回この色味を買ってみました。はい、手に出してみるとこんな感じです。この明るい色からスタートしてるんですけど、これも上の段から順番に出していきました。こんな感じです。すごいね、使いやすそうな色味ばっかりで、ちょっとこれは正解かなと思います。多分使いやすいブラウン系のアイシャドウになっているので、どんなリップにも合うし、どんな季節でも使えるかなと思います。はい、というわけで今回購入したコスメは以上になります。ちょっとね、最近ねコスメをね、いろいろチャレンジしてみたいなと思っていて、今回ちょっとたくさん買ってきました。これから多分ね、またメイク動画とかにも出てくるものあるかなと思うので、また楽しみにしていてください。はい、というわけで今回はこんな感じで、ちょっと緩い感じですがコスメのご紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。はい、で、あ、言ったね、値段を言ったね。で、フィルムタイプになっているので、お湯が、フィルムタイプになっているので、お湯が